公共曲第1番は、ボスラフ・マルティヌーが、クーセビツキー音楽財団の依頼で1942年に作曲した公共曲。1942年9月1日に完成し、同年11月13日、セルゲイ・クーセビツキー式ボストン公共楽団定期演奏会にて初演された。ヨーロッパ初演は、スイスロマンド還元楽団式。 エルネスト・アンセルメにより2月28日に行われ、その後ジョン・バルビローリ式バーミンガム市公共楽団の演奏でイギリス初演が行われた。フランス初演はシャルルミュン主式パリオン学院還元楽団により行われた。曲はクーセビ付ツキーの妻ナタリーに捧げられている。ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、クラリネット3、ファゴット2、コントラファゴット1、コルニ4。 トランペット3、トロンボーン3、チューバ1、イングリッシュホルン1、ティンパニ1、大太鼓1、小太鼓1、シンバル1、タムタム1、トライアングル1、タンバリン1、ハープ1、ピアノ1、言語オブバイオリンによって提示される。第1主題は、全曲を通して使用される。第2主題は、木管とピアノに現れる。オーボエとバイオリンによって提示されるスケルツ主題は、 幾分活気に満ちている。トリオは、オーボイが主題を提示した後、ハープ、ピアノを伴い、トランペットが旋律を表す。変歩単調、3、2拍子。ありがとうございます。